ゅんです。じゅんです。みなさんこんにちは。みはくチャンネルのみゆとはくとです。はい、今回はなんかはくとやらかしたらしいじゃん。はくと、うん、はくとが、うん、何やった。はくとが何やった。はくと、うん、ゴゴティーを午前で飲んだ。ああ、それやらかしてるわ。それやっとるね。ゴゴティーを午前飲んだとかもうめっちゃやっとるじゃん。やってしまったな。それゴゴティーは午後の間には限界や。ハクト、うん、やってしまったな、うん、ああやっとるわ。それだけや。ハクト紅茶飲みかった。ミュウもやってしまいました。はい、何やったミュウは。それはやけどしました。それほんまにやっとるやつやん。ガチです。初めてっけ。初めて飲んだ。よう気がするね、あんたも夢と一緒で。うん、また気がしたん。はい、やけどしも次はやけどです。どういう状況ってか見せて。包帯巻いとるじゃん。包帯母さんに巻いてもらったん。そう、よう気がしますね。はい、何があったん、ちょっと説明してみて。はい、なんかヘアストレートアイロンで髪を巻く練習をしてたんですね。そしたらよし、こんな感じでいいかって思ったら止めます。はい、持ってきて言った方がいいんじゃない。確かに再現した方が。ちなみにゴゴティーは午前でも美味しかったです。そうですか。うん、でもあかんやつだな、それは。うん、見えの方が赤いやつだけど。まあね、確かに。まあちょっと小さめのストレートアイロンです。どれやったん。ちょっと小さめなんですけど。ちっちゃい。これ結構温まって、で、まあもういっかって思ったら持ちます、落とします、ダーン。どういうこと。え、じゃあここに挟ん、なんかあの持ってたら勝手に手がこう10。そんなことある。あっつーっかないやろ、そんなあるんだって。それがしかも2個、こうじゃ、1個じゃなくて2個。どうやったらなる。どうやったらなる。このままじゃけ、こうじゃなくてこのままの状態じゃけ、多分こう持っとって10あーみたいな。いや、そんなんせんくない。いや、それ私はしたの。どんだけなんね、結構暑くて、白桃のなんかゴゴティー並みにやばいな。うん、そうで、片付けようとしたら10。やば、やっぱりなんかもう暑くて言葉が出てこんかった。え、いつだった。昨日。あ、昨日な。そう、昨日になりました。夜練習をしてたらなりました。もう最悪、本当に最悪。やけどは痛いし、なんか後がすぐやばいって思ってすぐ水でジャーってやりました。今はちょっと痛い。でも昨日の方が痛かった。寝れたん。あー、でもなかなかちょっと寝れんかったけど、まあ一応寝れました。そうなん、ちょっとヘアアイロンは気をつけないけんね。気をつけないけん、ほんまに。母さん、やけどしたことある。え、あると思う。な、冬のなんか電気あの安価みたいな。何それ。衝撃だな。昔何冬の何とか安価、足に湯たんぽみたいなのあるじゃん。あれね、起きたら水ぶくれになっとったでかい。やば、怖いな。それもそれ怖くない。痛かった。痛いよ、病院。痛いよ、水ぶくれ。病院行って注射器で抜いた水。水ぶくれよ。うん、やば。闇より今から行こうか。うん、アイロン系はある。ない。でも父さんもアイロン切らしたことあるかもしれない。ない、費用だからない。どうすごい、いらんけ。そういうのいらんよね。そういうのいらない。え、でも友達も結構なんかあるみたいな。あ、そうなん。やっぱりみんな気をつけなきゃいけんね。うん、気をつけにはいけん、ほんとに。それって治る。しっかり持って。
ちょっと見せて、治る人もおるし、どういう感じなった？ちょっと外してみます。もしかしたらちょっと跡が残る。やだやだやだ、絶対やだ。ちょっと困るけ、今から検索するわ、うん。やっぱ気をつけんと。いや、やけどとか結構残るけね、跡が。うん、でも父さんもワセリンがいいんだって。そうそう、父さんも昔残っとったと思う。なんか調べたけど、ワセリン塗ってサランラップをのやるといいらしいよ。抜けるってやつ？抜けるというか、ま、跡が綺麗に、まず一箇所目。ちょっと見せにくい、痛すぎて。ここ見えるかな？ちょっとなんか水ぶくれみたいな、ぷくぷくなってます。見えるかな？うん、見える。で、こ最初ここだけかと思って冷やしてたんですよ、後ろ。やば、やばいよな。めっちゃ肩ついてるじゃん。ね、うわ、2個よ、2個。2個は辛いな。やばいね。うん、で、すぐ冷やしました。けど、最初は結構周りが赤くて、で、ここら辺はちょっと黒い感じでした。色やばい。で、なんかちょっとこっち側の手が水ぶくれみたいな恥が、うん、ちょっとなんかぷくぷくして、そうそうそう、来てます。あ、気をつけな。気をつけに行けん。あと残りたくないな、ちょっと。ワセリン塗って、うん、ワセリン、ワセリンがいいな。で、サランラップで、まあ、10分ぐらいやったら、まあ、だんだん良くなってくるみたいな。ワセリンって何？え、なんか口とか髪のやつ。結局で言っとる。なんで？え、ワセリン。ワセリン。なんかまあスキンケアみたいな感じ。そうなの？うん、合ってるな。うん。知らんかった。うん、本当に。もっとだけやろうや。やっとった方がいいよ。うん、やっとった方がいい。まあちょっと気をつけないでね。本当に皆さんも気をつけてほしいです。ください。ね、うん、危ない。気をつけた方がいい、これは。本当に暑かった。で、今はちょっとなんかちょっと動かしたりしたら痛い。あとちょっとなんか当たったりしたら痛い。ほんまみゆはなんかようあれだね。怪我する。いろいろと怪我がね。怖いんだけど、なんか階段登っとったら足ぶつけたり。なんでな。やば。本当にそれなんかちょっとおっちょこちょい言ってんじゃない？ちょっとやば。ね、ハクトが映ったんじゃない？昔のハクトが。ハクト昔そうだったよ。でもハクト最近全然言うの。そうそうそう、昔はなんか結構救急車運ばれたりとかさ、よくようだよ。ちょっとやばかったよ ね、うん、公園とかでね、ジャングルジムから落ちたりとかね。うん、うん、やばかった。頭打って塗ったよな。そうそう、そういうのもあったし、うん、でも本当に気をつけて、まあ皆さんも気をつけましょう。気をつけましょうということで、まあ、あとは残らないようにね、ワセリンとサランラップ、サランラップで保護してやりたいと思います。もう本当気をつけてよ。本当にもう気をつけて。顔とかね、目立つところに行ったらね、そうそうそう、手の甲とかさ、でもここも結構ね、ね、やばいけど目立つけね、うん、気をつけんと。うん、はい、まあ、気をつけてください。ハクトも気をつけてね。うん、ゴゴティ。いやいや、それ言うのはレモンティーだよ。まあいいわ。はい、今回はね、またミュウがやらかしましたっていう、はい、皆さんも気をつけてください。本当に危ないんで、うん、特にね、ヘアアイロンとかね、あれを使うときは、うん、本当に気をつけてください。ちゃんと持ってきて。お手軽なんだけどね、うん、やっぱりやけどとかしやすくなってますんで、うん、ね、取り扱いを間違えるとね、やけどとかしますんで、うん、皆さんも気をつけてくださいね。気をつけてください。はい、ちょっとやばいって思って病院行ったんですけど、取った次の日ね。そう、次の日です。本当にちょっとやばいなって思って、うん、病院今行ってきました。行きました。そしたら薬とガーゼもらいました。1週間ぐらいかかるって言われたな。そう、綺麗に治るんよ。ちょっとやっぱりコテとかでやけどしたら、うん、皆さん病院とか行った方がね、あと気をつけてください。跡が残らんよね、薬とか多分塗った方が。そうそう、やけどの跡が残らないように頑張って薬で治していきたいと思います。バイバーイ。